やる気、元気、玉木、霊感太郎との玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。東京の緊急事態宣言はいつまで続くのかっていうのを占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもぜひお願いします。個人鑑定の受付の方法、申し込みの方法は、動画概要欄、すべての動画概要欄に書いてあるので、ぜひご覧ください。はい、緊急事態宣言ね、もう過去2回、タロットさんに裏切られ、覚えてますか？人間の予想ですら、絶対、緊急事態宣言、もうなるよねって思って聞いてもさ、いや、ならないよ、とか、そんなこと言ったりさ、まだ絶対続くよねって思って聞いても、いや続かないよとかなんかさ、もう答える気がないんですよ。タロットさんが。ちょっと最初にこれ聞こうかなと思って、なんか、そう、緊急事態宣言、なんかこのタロットさんの態度でさ、聞いても全然正しい答えが出ないんですよ。なんなら私がただただ占いなんか使わないで予想した方がよっぽど正しいみたいな。そんなことになってるので、もう、ちょ、いい加減私も困っていましてですね、この緊急事態宣言に対して本当答える気がないなっていうのを、この辺にどの動画かちょっとコメント欄に貼っとくけど、本当答える気ないな、みたいな、もう、タロットさん真面目に答えるつもり、ね、緊急事態宣言について答えるつもりありますかっていうのと、タロットさん緊急事態宣言、なんでそんな嫌いなのか、嫌いっていうか答えるのが嫌いなのか、どう思ってんのか、緊急事態宣言についてあなたはどう思ってんのかみたいなところを聞いて、でそれからちゃんと答えてねってお願いをした上で、東京の緊急事態宣言がいつまでなのかを聞こうと思います。うん。他のね、都道府県も出ていて、多分、バラバラバラと終わるときはなんかバラバラしてると思うので、ちょっと今回は東京だけ見させてください。オリンピックとかもあるので。タロットさんね、ほんと、緊急事態宣言に関して聞くとさ、なんか真逆のことを常に言ってないくらいの適当さでさ、もういい加減にしてよみたいな感じなんだけど、タロットさん、真面目に答えるつもりはありますか？あなた真面目に緊急事態宣言について答えるつもりあるんですか？ちゃんと正直に言ってね。答えるつもりある？真面目に答えるつもりありますか？釣り人の逆。これね、なんか、何言ってもどうせ報われないじゃんみたいな、無力感というか、なんだろうね。これは無意味な自己犠牲とか、釣り人の逆は、頑張っても頑張ってもそれが無駄に終わるとか。だから、まあ、真面目に答えても、こんなにね、私が真面目に頑張って、私の意思を伝えても、全部無駄に終わってきた、みたいな無力感を感じてる。対策注意点いいんじゃ。そうか。これはなんかふざけてるんじゃなくて、無力感だったんだね。なんかさ、ふざけてんのかな？もう答えたくなくてふざけてんのかなって思ってたんだけど、あれか、もう真面目に答えても、アホらしいから真面目に答えたくないよ、もうやだ、みたいな投げ出した感じか。なるほどね。じゃあ、緊急事態宣言についてタロットさんはどう思いますか？緊急事態宣言、タロットさんから見て緊急事態宣言っていうものを一枚で表すと何なんですか？高橋洋一氏は、屁みたいなものって言いましたけれども、屁みたいなものって言って、引退ね、やめられましたけれども、タロットさんは緊急事態宣言を何と表現して、でもやめないでね。なんて言ってもいいよ。はい。タロットさんは緊急事態宣言を何だと思ってんですか？ほう。ああ。まあ、ほうだよ。そう、ほう。ほうっていうか、うん、ルール、モラル、マナー。そうね。うん。そうだよ。な、土星論じゃん。うん。なんか、悪魔みたいなものだとか、そういうことは言わないんだね。なんか、うん。そうですね。ほうですね。うん。法律。
マナー、ルール、モラル、秩序。何その、土星論っていうか、そのなんか、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。対策中点、戦車。もっとやれって言ってんの？弱いって言ってんの？なんだ？その、徹底討論しよう。え、タロットさんはさ、もっと、きつめにした方がいいと思うの？なんかこれ前も聞いたような気がするけど。ロックダウンとかした方がいいの？もっと、きつい制限をした方がいいの？イエスかノーかで。もっと、厳しくした方がいいの？世界？いや、今のままでいいって言ってるかな？世界。でも戦車が出るんだね。戦車はいちいち出るんだ。対策注意点に。戦車、ああ。なんだろうね、このいちいち出る戦車は。世界、もっとちゃんとやった方がいいの。ああ、でも完璧にやれって言ってんのかな。やるなら完璧にやれって言ってんのか。現状で、いや、多分完璧にやれって言ってんな、多分。じゃあもっと逆に聞くよ。逆にもっと緩くするとかない方がいいと思う？こんな状態ならない方がいいとか、緩くした方がいいと思う？マジシャンの逆。そうは思わないんだね。それは違うんだね。忍者とか戦車とかよう出るね。うん。そっか、じゃあ、多分、タロットさんは、やるなら、ちゃんとしろよって言ってんのかな。もう、緊急事態宣言は緊急事態宣言になってないもんね。やるなら、多分、保証金なり、ななり、ちゃんと払って、真面目に完璧な格好で、姿で、抑えろよ、みたいな、感じで思ってんのかな。わかりました。ありがとうございます。では、困ったもんだね。緊急事態宣言も本当、なんか緊急事態宣言じゃなくなってきちゃってるもんね。もう、なんか街の人でもさ、普通だしね。なもうほぼほぼ半分くらいの人が今緊急事態宣言であるっていうことを忘れてそうな空気感みたいな。なんかさ、ハワイアンズからもさ、一回泊まったことがあるの昔。はがき来るしね、まだ。東京からバスが出て、一本で行けますよ、みたいな。今、緊急事態宣言中だけど、ハワイアンズ来てね、みたいなハガキがさ、普通に来るしね。うん、行っていいんか、みたいな。東京だけど、行っていいのかな、みたいなね。東京駅からバス出てるからね。うん。そんな感じだし、そうね。じゃあ、はい。緊急事態宣言いつまで続くのか、真面目に答えてほしい。6月じゃない、5月で終わるんですか？東京5月で終わるんでしょうか？まあ私の普通の人間のね予想だと、宣言始まった時から大して新規感染者が減ってないから続くと思うんだけど、終わりになりますか？いいカードが出たら終わる。悪魔の逆。またなんか答える気ないでしょ、多分。これさ、続くと思うんだよ、絶対。人間の予想で。占い関係なく。タロットさんはなんか5月で終わるっていうの。また答える気ない系じゃない。なんか工夫しても、あなたの意思だよね。工夫して終わらせろよ、みたいな。こんな意味のないものもう終わらせちまえ、みたいな。やっぱり、あんなになんか事前に質問したのに、やっぱり、答える気がないらしい、多分。じゃあ、いつまで続くのか。これも聞くけど、多分、タロットさん、正確に答えないと思います。なぜなら、ちゃんと答えても報われないから、タロットさんが。そういうことなんだ。それはタロットさんもコロナは茶番って言いたくなるよね。俺がこんなに真面目に答えてるのに、全然なんか、真面目にやってくれないみたいな、そんな感じかな。ね。7、8、9、10、11、12。
はい、ズバッと出ました。5月が恋人の逆ないでしょ。6、7はいいんだね。6、7は多分タロットさんの意思だとね、さっきも悪魔の逆出たけど解除しろって言ってる気がする。6、7月、8月にタワーが起こります。タワー9月はいいんだな。11も良くない。この辺グダ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 、悪いカードといいカードがグダグダしてるから、うん、ちょっと何とも言えないな。難しいな。ここはね、なんかまた答えたくないみたいな感じだと思う。タロットさん的には多分これ事実としていつまで続くかっていうのは関係なく、タロットさんの意思として5月は悪そう、6月7月の感染状況はまあなんとか良さそう、7月はちょっと釣り人だから若干悪いけどね、で8月にドカーンとなんか来るよみたいな感じだから、本当はねいつまでっていうのを聞きたかったんだけど、やっぱね固くなに5月まででいいって言ってんの。うん、5月までで俺はいいと思うんだみたいな。そうね、全体的にいいんじゃ、資料深くなりなさいっていうのが出てるね。ちょっとこっから先はちょっとタロットさんもね、このタワー次第で読めない、まだ読めませんみたいな、ちょっと放棄してる感じがする。8月タワーでしょ、9月以降はまだ読めない。はい、なるほど。ということで、またね、多分違うよ。いつまででしょ。これ人間がさ、普通に考えてもさ、大阪もなんか今日延長の要請したし、多分続くんですよ。多分続く。人間の予想でもね、多分それはわかる。だけどタロットさんは固くなに5月まででいいんだよって言ってんの。そう、悪いのは5月までだから、5月まででいいんだよ、6月7月はもういいんだよってすっごい強く言ってるんですよ。で8月にタワーが起きるってこと、え、オリンピックやんのかな、なんだろうね、オリンピックやらないっていう感じの今までの占いだったけど、8月タワーとか出されるとさ、またもう一回占うか、オリンピック実はやるんですか、やる風になってるんですかってもう一回ちょっと聞くか。今までの占いだと多分6月な直前ね、1ヶ月くらい前になっても突然やりませんって言うっていう感じだったんだけど、なんだろうね8月のタワー、オリンピック以外になんかあるか。で9月以降はなんかこのタワーによってちょっとどうなるか読めない感じで、ちょっと答えたくないわみたいな感じだった。はい、ということで今回も緊急事態宣言はいつまで続くのっていうのは多分正しいことは言ってないです。うん。これは何なんだ、占いなのかっていうね。ただの、占いじゃないな。これは多分タロットさんの、意思を聞く回になってますね。毎回緊急事態宣言について聞くと。当てに行ってないです、この人は。タロットさんは、当てに行っても、当てに行こうとか、真面目にこれについて考えても、もう、なんだろう、裏切られるとかね。うん、全く報われないみたいな感じで、超不満とか不服とか、やる気もう出ない、もうやだやだみたいな感じになってるので、またタロットさんの意見を聞いた感じだと思ってください。タロットさんはもう5月まででいいんだって言ってます。何の参考にもならなくてごめんなさい。ちなみに玉木の予想だと、まあ6月いっぱいは最低でも続くんじゃないかなとは思います。ね、こっちの方が、ね、人間の普通の予想の方が合ってそうでしょ？うん。はい、ということで以上になります。じゃんけんいきます。うん。今後もね、緊急事態宣言について占うと、真面目に答えてくれないっていうのは、分かってください。そう。この話題だけはね、本当に、答えてくれない、このタロットさん。うん。はい。ということで、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。では、なんか、占いっていうかね、ご意見伺いでしたね。はい。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。